ねえ、今の5組の滝さん。滝さんってすっごい美形の彼氏がいるんだって。滝さんが清潔感あふれる男とデートしてたって。え、俺も彼か清潔感さえあれば。滝の彼氏か。滝のことを詳しく聞いたことはなかった。そのエクレはどうしたんだ。そこで滝にもらってのだ。何やら悩んでるような顔をしていたぞ。滝、何か困ってるみたいだけど、よかったら聞かせてくれないか。ありがとう、夏目くん。兄が帰ってきたの。兄？祖父と話のあった私とは相性があまり良くなくて、めったに家に近寄らなくて、2日前突然帰ってきたの。一人でいる滝が心配で。すき焼きにしようかって言ったら、兄はそれより外で食べようって。私の手間を省く気遣いかもしれないけど、フレンチとかイタリアンとか毎日外食で。滝さんの彼氏か。帰ってきたと思ったら30分くらいで家から出て行ってしまうの。嫌がらせなんかじゃないと思う。兄さんは何をしに帰ってきたんだろう。帰ってきた理由を聞けばいいんだけど。それなら夏目に聞かせたらいい。え？